雨を心配しながらの第2回ありがとう七ヶ浜第2回の海祭り、このように開催されましたことに心からお祝いを申し上げます。今日は、海祭りっていうのをやっております。はい、あいにくの天気ですけども、まあでも人もうちらほらと来ておりまして、にぎわいを見せております。やっぱり第1回も、まあ、第2回も、今までボランティアさんが七ヶ浜に7万人来てくださってたので、まあ、そのボランティアさんにありがとうの気持ちを伝えるためにやってるものなんですけども、やっぱりそれの第一線で活躍してた、ボランティアさんと、あとボランティアセンターのスタッフ、そこもやっぱりセンターのスタッフも住民、一握りしかいないものでして、やっぱりそこだけの内場のイベントでしかまだ多分ないと思うんですよ。で、住民巻き込んだイベントにするためにはもうちょっと、まあ、頑張った広報活動と共感を得なければならないと思うので、やっぱりまだまだ改善のところはいっぱいあると思います。若者が熱く主体性を持って積極的にアプローチしていくことが大事だと思います。でもその方法はまだちょっとつかめてはないんですけど、どこが窓口から、ボランティアセンターに直接来てくれれば全く問題ないんですけども、でちょっとやりたいんだけどどこに問い合わせればいいのとかって言っていただければ、多分そこにスタッフが在住してるので。今回七ヶ浜で第2回七ヶ浜海祭りをやっております。七ヶ浜内の方もそれ以外の方も来てくれればいいなと思っております。お待ちしております。よろしくお願いします。